立憲共産党終了へ。連邦が惨敗で。立憲共産党が都知事選において惨敗したことを受け立憲民主党の福島県連の幹部が朝日新聞の取材に対して衝撃の選挙結果で反自民だけでは有権者の支持が得られないことがはっきりした共産党との連携どころではなく自分たちの政党の立ち位置を明確にしない限り政権交代などを望めない。 次の衆院選での野党共闘はないなどと明言したことが明らかになりましたこちら現時点では福島県内のみでの動きとなっておりますが都知事選において立憲共産党が支援した蓮舫さんは3位となりダブルスコア以上の残敗となってしまいました当初立憲共産党は小池都知事との100万票差で 200万票は取るという目標だった模様でございますが仮に衆院選で同様の選挙運動を行った場合壊滅状態に陥るものと思われます蓮舫さんは記者会見において選挙違反について質問され批判すらせず逃げてしまわれておられましたが立憲民主党の化けの皮が剥がれ始めた形になっているため立憲共産党を辞めても 手遅れな可能性も出ててしままっております。立憲民主党や共産党といったおかしな野党の反社会性が、都知事選において明らかになってしまっておりますが、国民の皆様、有権者の皆様、衆院選においても審判を下していただくようにお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました